えこんにちは、皆様。糸数香おと申します。ガンジュサービスでカウンセラーをしております。今日はヘイリー 同僚のヘイリーが基調講演者をご紹介する予定でしたけれども本日来られなくなってしまいましたので私の方から次の基調講演者でありますカナ・グリス博士をご紹介させていただきたいと思いますただご紹介の前にまずこの QR コードの話をしたいと思いますスクリーンにありますけれどもこちらは スライドと呼ばれるプラットフォームの QR コードですのでご質問を匿名でいつでも提出することができます発表の間でも提出していただけます携帯電話でこの QR コードをスキャンしましてセッションナンバーを入れていただければアクセスできます最後の 質疑応答の時間になりましたら、このスライドの質問とこの会場からの質問を交互にお受けしたいと思います。さて、ここでカナ・グレイス博士をご紹介したいと思います。研究者であり、提唱者であり、また絶対的な先駆者として、ニューロダイバージェンスの分野で活躍されています。そして、より理解、 そして認識をこのニューロダイバージェントな世界に対して広めようとしていらっしゃいます。現在、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで、オーティズムとエジュケーション・教育の研究センターにいらっしゃいます。心理学の博士号を取られましたけれども、特に研究分野としては、 成人のオーティズムの孤独についてまたこの後お話ししますけれどもその研究は世界からも注目を当て集めその結果としてユニバーシティカレッジロンドンで初めてのオーティズムのフアグループを設立されました生徒学生たちに対してもその 従属感存在感そしてその気持ちを共有するグループを立ち上げましたまたこの研究は世界でも研究を関心を集めておりますその結果オーティズムス,テップスペクトラムオーストラリアとのパートナーも設立され博士課程の研究から オーティスムを抱える成人に対しての計測値なども開発されましたまた有形リサーチャーイギリスの研究者との協力によりさまざまなニューロダイバージェントの個人が抱える問題について研究しています。 本日のスピーカーはオーティズムの研究これを従来の医療モデルからニューロダイバーシティパラダイムへとシフトをさせましたつまりこれは障害ではなく多様な脳のバリエーションであるということなのですこのような研究が世界の著名なメディアにも取り上げられました例えばイギリスの BBC やサイエンティストなどです。また 著名な日本のクラウドファンディングアカデミストにおきまして1位を獲得しそしてこれはまたイギリスのオーティズム研究チャリティーであるオーティスティカとも関わりを持ちながら研究のチャリティーとして取り上げられておりますまた学会における このニューロダイバージェントな個人といたしましてナインマインズという出版物こちらも計画されておりそしてこれはダニエル・タメントというベストセラー作家のナレーションで提供されまたハリウッド俳優であるダン・アイクロイド ご存知のない方は最初の「ゴーストバスタード」シリーズに出ていた俳優だということで思い返していただければと思います。も関わっているものです。それからバルタメリニューローダイバーシティな子どもたちや大人そしてその家族の方々のための機関が設立されています。これはは沖縄だけででななく世界的なものであり ニューロダイバージェントな個人に対してメンターシップを提供するというものですその個人のニーズなどをすくい上げていくものですそれからイギリスのニューロダイバージェンスと運動過敏のためのチャリティーである Seas of Connective というところもありますさて本日の基調講演者であるグレースさんは 複数のニューロバイ、じゃダイバージェントな研究者といたしましてご自身の体験に基づいてお話をしてくださいます彼女のコミットメントによりニューロダイバージェントな方々そしてその家族そして世界全体がより幸せになっていくということを目指しておられますニューロダイバージェンスについてより深い いい会話を対話をしていくことができればというふうに思っております皆さんどうぞカナ・グレイズ博士をお迎えくださいカオスさんヘイリーさん、えー、非常に素晴らしいイントロダクションをありがとうございましたで、えー、皆さんはですねなんか講師にしては若すぎないか何しに 彼女はここにいるんだろうというふうに思うかもしれません。まあ、このような格好をしておりますし高校生から大学生に見えるかもしれません。でも私実は29歳なんです。私は研究者であり活動家でもあります。人生で情熱をかけているもう一つの大事なものもあって持っています。それはバレエです。3歳の頃からバレエは大好きでした。でも 私の第一印象かかかららは思いももなかったかもしれません見かけと実際の姿のギャップに気づいたでしょうか外見と本当の姿の差これはよくあることであり特にニューロダイバージェンスや膠原病を語る時に顕著である状況です。 私はどこまで喋ったでしょうか。はい、そうですね。今日はニューロダイバージェントな脳について自分の話を皆さんと共有したいと思っています。私の話を聞き終わる頃には目に見えない違いについて何か得るものが皆さんにあると良いなというふうに思っています。さて、ニューロダイバーシティとニューロダイバージェンス、この2つはよく混同されますが、実は全然違うものです。ニューロダイバーシティというのを大枠で捉えてみますと。 私たちの脳が多様な方法で機能しているそれを素晴らしいことだとして捉えること、まあ、自然界の生物多様性のようなものです一方ニューロダイバージェンスはある個人においてその人の脳が他の大多数の人とは違う方法で機能しているということに焦点を当てています私はオーティズム ADHD ディスレクシアディスプラクシアトゥーレットをお話ししていこうと思っています オーティズムか ADHD だけではなくディスレクシアディスプラクシアトゥーレットの影響も私の脳は受けていますパッと見では分かりませんよねつまりこれが目に見えない障害の現実なんです障害が目に見えていたら学校でももっとサポートや理解が早い段階で得られていたと思います私はたまたま母親が自分を信頼してくれて教育に投資をしてくれました でもそんな私が博士号を持っているとわかるとあら何の問題もないのではないかとそんな複雑なことを理解できるんだからというふうに思われてしまいますこういうことが理解や支援を求める際に状況を複雑にしてしまっていますニューロダイバージェンスの他に私には抗原病というものがありこれはニューロダイバージェントな人によく見られることです 外見からは判別しにくい他人が見て気づきにくい理解しにくい本当にそうなのと信じてさえくれないこともあります科学が進んでニューロダイバージェンスと健康面に現れてくる身体的な症状の関係が解明されてきました脳と脳以外の体の部分は切り離せない関係があります例えば ストレスを体の緊張として体験する人がいれば不安を実際に体に感じる痛みとして知覚する人もいますニューロダイバージェンスと抗原病の交差する点についてイギリスの著名な研究者と研究をやろうという計画を今立てておりますそれでは 私たちの知覚を形作る上で重要な役割を担っている言語について話してみましょう。ニューーロダイバージェンスもしくは「ニューロ・デベロップメンタル・ディスオーダー」神経発達障害というよりも「ニューロ・ダイバージェンス」という言葉を私は好んで使っています。例えば「オーティズム」について考えてみましょう。 日本語では自閉スペクトラム症とか自閉スペクトラム状態というふうに呼ばれていますがこういう表現にはネガティブな印象がつきまといます私はいつもカタカナでオーティズムというふうに言います日本語では自閉症と言われますので自分を閉じる障害という意味になりますしかしオーティズムという語源を見てみますとこれはギリシャ語のオートつまり 自分自身とこれにイズムがくっついた形になりますですので英語のオーティズムには日本語での自閉という意味はありません日本語での自閉にはネガティブなレッテルが貼られていますですので私はカタカナでオーティズムまた ADHD も注意血管多動性障害なんでしょうかという話になるわけです注意が欠如しているのではなく一度にたくさんのことに注意を向ける傾向があると なので期待されていることに対してのみフォーカスすることが難しいという状態なんですですので注意分散多動の違いと呼んだ方がより正確ですこれはほんの一例です診断マニュアルによるとオーティズムは社会的コミュニケーションおよび対人相互反応における持続的な欠陥と記載されています でもそれは欠陥とか機能障害ではなく単なる違いなんですなぜかコミュニケーションは双方向のプロセスだからですオーティックスオーティスティックな人たちはそうでない人たちとのコミュニケーションに苦しんでいます同じようにオーティスティックではない人たちはオーティズムの人たちとのコミュニケーションに悩んでいるでしょう異なるニューロタイプの人の間でやり取りをするときコミュニケーションに困難が伴うという研究結果が出ています ADHD の子どもたちが問題行動をとるということも考えてみましょうこの問題行動それは本当に問題なのかだとしたら一体誰にとっての問題なんでしょう学校の先生たちや臨床現場の医師にとって何がしかの困難さは与えているかもしれません例えばじっと座ってられない授業中上の空宿題を忘れるとこういう行動を問題と呼ぶのか でも普通望ましい知的能力があるとこういう考え方は社会構成概念に基づくものですこの考え方が能力主義を生み出してニューロダイバージェントな人に対して使われるときその人たちを見下げることにつながります。ですのでこれを病気扱いするのは問題なんです。でも同時に ニューロダイバージェンスを病理扱いしなくなることでその影響が低く見積もれえないようにしないといけませんこれもまた重要なことですニューロダイバージェンスというのは要するに障害不自由さでありつまり社会が標準としているものを社会からの期待が私たちに制限を課しているということなんです よく誰もみんな多少はオーティスティックだったり ADHD の毛があったりするというそういう表現は誤解を見ます。程度がより高い低いというような連続性のある特性というよりニューロダイバージェントか神経体数派かそのどちらかなんです。日本で使われていいるグレーゾーゾンととうこと 診断基準に照らして際どい場所にいる場合に使っていますがこれはあまり意味がありませんニューロダイバージェントであることにはかなりの生きづらさが伴いますニューロダイバージェントの特性を若干そうだとかグレーゾーンにいるとか言ってしまうとニューロダイバージェントな人たちが向き合っている現実を実際よりも軽く評価してしまいます ではここでニューロダイバージェントな脳をその脳を持っている人の内側の視点からお話ししましょう自分の過去を振り返って他人との違いを常にちゃんと分かっていたとは言えません子供の頃の自分は自分に満足していました母親とペットの上にスカイと一緒に過ごして母親と買い物に行くとよく疲れたと言っては困らせていました 今から思えば文字通り私は疲労困憊していたんだと母も私も今なら理解できます普通の人とは全く次元の違うレベルでの疲れだったんですそれからバレエですバレエの友達もできましたでいつもこう言われましたあなたの足さえもうちょっと丈夫ならねえと当時は分からなかったんですが今思えばすぐに怪我をしていたのは私が過剰運動をしていたからなんです 水に入るのも大好きでしたプールに入ったらずっと水に浸かっていました泳ぐことというよりも浮き輪に乗っかったままぐるぐる回って波紋を作ったり波を起こしたりすることが好きだったんです電車に乗られておじいちゃんのところへ行った時も母からあまり他の人をじろじろ見つめないようにと言われました気をつけないと今でもそうしてしまいます学校で指示された本を読めませんでした先生からは 怠けるなとかもっと頑張れと言われました自分はバカなんだと思うようになってきました今でも読むことはとても苦手ですオーディオブックとか音読するならいけます読もうとして読めない時私の脳はむずがやくなる感じがします学校に持ってくるものもいつも忘れましたですので教科書と学校に関するものを全部学校に置いておくということにしました 先生からもっとよく注意しなさいと言われました試験なんかでもケアレスミスをよくしていたからです例えば答えは全部合っているのに一行ずれて全部答えを書いてしまったりというようなことですで全問正解なのにもかかわらず名前を書き忘れてということで零点になったりしました 中学ではなかなか友達ができませんでした友達ができるように先生にお願いをしたこともあります朝教室に入るとみんなが楽しくおしゃべりをしています私は一人で座って好きな本を読んだりしていました「ロイヤルバレエスクールの日記」という本でしたその本にはいろいろシールを貼ったりしてすごく興味深く感じていた本です 中学で英語の勉強が始まったらそれを得意だと感じるようになりました以来言語学習は私の強みとなりました高校でもお弁当の時間は一人ぼっちでした他のグループほ、まあ、他の子たちはグループを作って食べていました英語だけは学年で常に1位でしたが他の科目は点でだめでした先生は,私,は私を嫌う人もいましたすぐに質問して 答えられないような難しいことを聞いたりしていたからですそれから高校を卒業した後日本の大学へ行きましたこれは他の子たちと同じようにです一人暮らしが始まって自分の課題りが課題が浮き彫りになってきましたスーパーで何を買えばいいのかわからない棚の前を行ったり来たりしました多分他の人から見たら奇妙な人に映ったはずです寮では 人のいない時間をわざと狙って洗濯室へ行ったりしましたエレベーターに乗る時も人と乗り合わせないように閉まるのボタンを急いで押したりしました他の子と同じように私も運転免許を取りましたが運転はしていません自分が道路の真ん中に居続けることそれからカーブからの距離を測ったりというようなことはもうもう私には到底無理です実技試験も何度も落ちました 自動車学校内では語り草になりました。でも駐車、えー、の試験では角度やタイミングを厳密に覚えて何とか合格することができました。免許更新時に2時間の安全ビデオを見さされますがあれはもう絶対無理です。私は廊下をうろうろしてまたあの拷問を受ける場所に引き戻されるんじゃないかとヒヤヒヤしていました。 研修の大半を受講しなかったとしてひどく注意を受けベスを書いて帰宅しました普通のことがまたできなかったんだということで本当に自分自身が嫌になりました勉強はよくできましたクラスで一番で奨学金ももらえましたでも1年で大学を中退しました不安いっぱいでキャンパスを歩き回り結局は教室の扉を 開けることができなくなくっていました不安で両方の腕と両足が麻痺した感じです精神状態は最悪になり布団から起き上がれない大学へ行けないそして落ちこぼれてしまいました何か変化が欲しかったんですそれでボストンのノースイースタン大学へ留学しました心理学と数学はとてもよくできました会計とビジネスは苦手でした 興味のわかないものに集中できないんです意識を向けないといけないものに集中できないものすごくフラストレーションがたまりその時脳が難しくなるんです ADHD の治療薬ストラテラを飲む前は私は自分の体をぶつけたりかきむしったりしました感情の対処法がわからなかったんです ノースイースタン大学は他の人よりも1年早く卒業しましたコロンビア大学のカウンセリング心理学の大学院コースに入学をしました精神カウンセラーになろうと思い一番良いプログラムだと思っておりましたでもニューヨーク市に着いた途端こんな大都会には到底住めないと思いましたですのでボストンのボストンカレッジに行くことに決めました まもなく私はオースティックであると分かりました診断されたんですここまで頑張ってきたのにと私は学部長の部屋で泣き崩れましたプログラムを続けてカウンセラーになりたいんだというふうに訴えると学部長はアドバイスをくださいました臨床現場ではなくオーティズムの研究をしてはどうだろうとそういうことで研究者としての道を選ぶようになりました ユニバーシティカレッジロンドンの博士課程に行きましたが途中でロンドンにも耐えられなくなりました毎日のタスクにストレスでいっぱい研究に集中できず博士課程の半分は日本でやっても良いという許可をもらいました他の人ができることがなぜ自分にはできないんだろう私はいつだって普通ができない今も昔のように自分の健康を犠牲にせずに自分の力に合った仕事を探すのは大変なんです 最近は2匹のシュナウザーと自宅で仕事をしていますズーム会議の時私はよく彼らを同僚だと紹介します犬とは特別な絆があるんです1月にオイストで講演をしましたその後は疲れるだろうとは思っていましたが激しい頭痛に襲われ鎮痛剤と仮眠を取らなくといけなくなるまで自分がどれほど疲れているか気がつきませんでした 私は体に症状が出たり他人から指摘されるまで自分の感情に気づかないことがあります。なぜかアアレキサイミアのせいです私のメンティーの一人がアレキサイミアを説明する方法を思いつきました。彼女は感情を感じることは風を感じることに似ていて実際にそれを感じられるかどうかは窓が開いているか閉まっているかによると言ったのです。 ほとんどの人は窓を開けていて、そよ風に気づかないことはありません。でも、アレキサイミアの人は窓が閉まっているのです。私はこう言いました。つまり、強烈な感情の嵐で、窓は窓が割れて初めて、その感情に気づくということですね。そこで、私たちはそれが完璧な例だと意気投合したのです。 このことを理解した私はパターンに気が付き自分が壊れることを未然に防ぐよう努力していますしかし過去の出来事を忘れてしまう傾向があるためこれもまた難しいのです1月の講演の後1日10時間を費やし参加者からのアンケートを分析しましたこの深掘りは特に要求されたわけではなく 物事の理解に対する私の100か0かというアプローチによる選択でした一度作業に没頭してしまうと集中力を他のことに向けるのは苦痛なほど難しいので頭を切り替えるのにとても時間がかかりますまた違うことが起きてしまうと 一日が台無しになったような気持ちになりますそして感情がなくなったように思ってしまうのですだから私は海外の方が居心地よく日本語ではなく英語の方が安心できるのかもしれません嘘や不正を我慢できないことがニューロダイジェクージェンスを擁護したりまた 動物性食品の現実を知って菜食主義になる決断をした原動力となっていますこの善悪に対する強い感覚のせいで時に他人と対立することもありますですからやはりここでも私や私の発言を嫌う人がいるかもしれませんでもそれは構いません私は人を喜ばせるためにここに来たわけではなくて私のような人間が抱える現実をお伝えしたいだけなのです 私の体験談を少しお話ししたのはニューロダイバージェントな人たちをもっと理解してほしいからですニューロダイバージェントな人が直面する問題の多くは周りの理解不足や受け入れてもらえないことに起因しています孤独失業いじめスティグマもしくは偏見病院などでの医療機関などでの嫌な経験などはそのほんの一例です私が ニューロダイバージェントの経験について強調したいことは願望とと現実のの間のジレンマです多くのオーディズムの大人にとって社会的なつながりを求める気持ちと限られたエネルギーとのバランスを取る必要があります。博士課程での研究から社会的な交流を避けるのは嫌だからではなくいかに消耗し日々の仕事に負担がかかるか。 が理由だということが分かりましたこれは私が逆説的孤独ループと呼んでいるもので出口のない脱出ゲームのようなものです自立実例を挙げましょう私は今夜素敵なディナーに他の貴重講演者たちと一緒に招待されました素敵なレストランで良い評判も聞いてたのですが招待を断らなければなりませんでした なとととと一緒に時間をを過ごしししたいいいののは山でですすがが人と話ててて疲れ切っっまうということが分かっているかるらです私のようなオーディズムの人は社会とのつながりが絶望的だということでしょうかそんなことはありません。私の研究ではオーディズムによる違いを受け入れることを学べば孤独感を和らげることが分かれました。これは往々にして大切な人や似たような人たちとのつながりによって達成されます。 私の研究はまた社会の方も適応しオーティズムの大人を理解し受け入れる必要があることを示しています。この孤独の例は肯定的な変化にはニューロダイバージェントの人々と神経多数派の人々の両方の努力が必要であるということを示しています。しかし社会はニューロダイバージェントの人が課題への責任を負うことを期待しています。 ですから今日はこの見方を変え神経多数派の理解がギャップを埋めるために積極的に貢献できることについて話したいと思いますただ私はこうしなさいああしなさいというのではありませんなぜなら私は皆さんより優れているわけではないですし皆さんのような神経多数派の皆様に感謝しているからですそしてこれから申し上げるアドバイスは私が日々守ろうとしていることでもあります 長年かけて私は神経多数派の人とニューロダイバージェントの人々の間のギャップを埋めるために5つの重要な行動を特定しました。1つは自分が知らないといとととうここを認識することでするで外見や 履歴史だけでは私が日々抱える困難は分からないでしょう今日話したエピソードやトレッド障害で毎晩腹痛を起こすほど空気を飲み込んでしまうことそして今は全力を尽くしてチック症状が出ないようにしていることなどは外見からは分かりません。外見は 私ののの人生のこうした部分の一部分一ではありません医者であれ研究者であれその他の専門家であれ皆さん自身がニューロダイジャベンスでないのであればニューロダイジャベンスであることがどんなことなのか分からないでしょうですから分かったふりをしないいでください2つ目は時間をかけて私たちの話に耳を傾けることです。 私たちの経験を事実として評価することが大事ですニューロダイバージェントの人は医師に信じてもらえないことがあります身体症状が必ずしも検査に現れないからですでも私たちは医師のために作り話をするでしょうかたとえスキャンして結果に出なくても私たちの痛みは本物なのですこのような不信感は自己不信の悪循環いわゆるガスライティングにつながることがあり 特に A ラスダンロス症候群 DDS のような症状を持つ人に顕著です。だからこそ私は研究とアドボカシーにおける共同研究を共同政策を強く提唱しているのです。3つ目は自分の仕事の価値を反映させることです。 ニューロダイバージェンス分野の専門家の皆さん皆さんの仕事は本当に価値がありますかその努力をニューロダイバージェンスの人々の実際の願望と一致されることが不可欠ですそうでなければ意味がありません良かれと思ったプロジェクトが時として善意よりも害をもたらすことがあります例えばオーティズムの遺伝子マーカーを特定する研究ですが私も含め多くの人はオーティズムの子供が生まれるのを防ぐ出生前診断につながることを恐れ これに反対しましまたダウン症と同じような状態です状況ですこれは私のような人間の命は価値がないということを暗に示しているのですこの考えには強く反対します。4つ目はニューラダイバージェントをありのままに受け入れることです。 私は友達は少ないですがカーラという親友がありのままの私を受け入れてくれています左の写真は大学時代のもので私の全てを理解してくれているわけではないですけれどもいつもそばにいて支えてくれています右の写真は昨年沖縄に遊びに来てくれた時のものですオイストで私が講演するのを見に来てくれました私のようなニューロダイバージェントにはカーラのように 受け入れてサポートしてくれる人が必要なのです5つ目はよく理解して行動することですこれまで述べてきた行動は人々が認識しても実践しなければ意味がありません長年学術界に身を置いてきて研究者が空約束をすることに嫌気がさしています大げさなジェスチャーではなく 良きサマリア人であることが重要なのです長年にわたり私は世界中の多くのオーティズム研究者とつながりを築いてきましたオーティズムの雇用に焦点を当てている研究者たちが一方で自分の周囲にいるオーティズムが雇用で苦労していることに無関心なように見えるのは本当に不可解ですなぜこのような矛盾があるのでしょうか 人は行動によって記憶され,てされるのであって論文やキャリアの肩書きは関係ありません私の訴えは個人的なお願いではなく行動への呼びかけです目の前の人のニーズを見逃さないようにしましょうニューロダイバージェントと神経多数派のを理解するための5つの重要な行動は 自分が知らないということを認識すること実際の体験に耳を傾けること自分の仕事の価値を反映させることニューロダイバージェントな人々をありのままに受け入れるるここととそししててよく理解して行動することですでさて皆さんが神経多数派の方々であればニューロダイバージェントの人々はじゃあ一体理解をのギャップを埋めるために何をするんだと思うかもしれません。 それはまさに私が今していることです自分の経験を分かち合い目に見えないものを見えるようにしているのですニューロダイバージェント仲間へのアドバイスというと私自身の研究や経験を通して得たことはまず自分自身をよく知ることが大事重要な第一歩だということです私自身もまだ自分を発見する道の途上にあります 次のののステップはありのままの自分を受け入れることですどうすればいいのでしょうそれは自分自身について学び続け他の人とつながることです。あなたは変人でも怠け者でも絶望的でもないということを忘れないでください。私自身も研究者として大きな夢があります。 いつか自分の研究所を率いてニューロダイバージェンスの人たちと有意義な研究を行うことです日本にはニューロダイバージェンスについて研究している研究所はたくさんありますがニューロダイバーシティの観点からアプローチしたりニューロダイバージェンスの人たちと共同研究をしているところはありません私の目標それはニューロダイバージェンスの学生に門戸を開き次世代の研究者を育てることです ニューロダイバージェントの才能が見落とされるというのはあまりにもよくあることです。というのも世間は私たちを論文を何本発表したかといった表面的な指針で判断しがちだからです。 私たちにはもっと時間が必要なんです私たちの日々の苦労は必ずしも急速な学問的成果を可能にするわけではありません。私は多くの優秀なニューロダイバージェントな人たちが博士課程を未完のままにしているのを見てきました。私が力を注いでいるのはニューロダイバージェントの人々が博士号を取得したいと思うのであればそのチャンスを作ることです。 博士号を取得することは私の声を真剣に受け止めてもらうために不可欠だと感じていましたが悲しいことにそれは正しかったのです博士号を取得する前は私は透明な存在のような気がしていましたしかし博士号を取得し始めると突然人々は私の発言に興味を持つようになりました全てのニューロダイバージェントな人が博士号を取るべきだと言っているわけではありませんたただ研究を続けたいなら 良い盾にはなりますそして昨年オイストの教員公募に応募したのですが不採用になりました。私の経験がそのポジションに十分でなかったかもしれないということには同意をいたします。しかし私が言いたいのは私のような人間にはたくさんのチャンスがないということです。しかし自分の能力を示すチャンスが必要なのです。そして 自分のチャンスを最大限に発揮するためには自分に合った環境が必要なのですリモートワークとか便宜を図ったりそして私たちの違いを理解し受け入れてくれることなどが必要なのです私の夢はニューロダイバージェントがありのままの姿で受け入れられる世界外見上はできるように見えても実は困難を抱えているということを認め信じてくれる世界です教育や専門的な場面で私たちの ユニークな能力を活用する機会が公平に提供されるような場所を夢見ています。しかし、私の夢は全て私一人の努力では不可能なものです。他の人とのコラボレーション、そしてチャンスが必要なのです。研究によれば、私たちは忘れやすい動物であります。50%の人が 1>, 1週間で90聞いたことの90%は忘れると言われています。もう 30, あ30分経っていますので、おそらく私がニューロダイバージェントであるということは皆さんの頭から抜け落ちているかもしれません。しかし、実際に行動に移さなければ何も変わりません。だから私はフラストレーションを抱えているのです。最初に お話した通り実際に実行しなくては何も変わらないのですニューロダイバージェントというのは目に見えませんですから私たちはより良い理解そして受け入れてもらうということが必要なのですそしてコラボレーション協力それが必要なのです 誰かがあなたとニューロダイバージェンとのアイデンティティや葛藤を共有したら是非彼らが神経多,様多数派のためにデザインされた社会の中で人とは違う経験をしていることを忘れないでください。私の仕事に関するリンクはこのリンクトリーの中にあります。私の論文、それから研究などを見ることもできます。そして この講演の後でもぜひ皆さんともお話をしたいと思っておりますぜひスライドの中でもお話をしてくださいありがとうございます どうもありがとうございましたそれでは質疑応答に移りたいと思います何かご質問のある方いらっしゃいますかこのお部屋の中でオーディエンスの方でいらっしゃいますかお願いしますマイクお願いします とても刺激的なお話をいただきましてありがとうございましたニューロティピカルという言葉使いませんでしたよねここについてはちょっと説明していただけますかはいありがとうございましたニューロティピカルという言葉を使おうかなとは思ったんですがそれは使いませんでした長い間使ってないんですなぜかと言いますとティピカルという言葉ティピカルですね これはえまあ何か私は英語は母国語ではありませんのでティピカルというのはノーマルなと同じような感じがするんですね。ノーマルえつまり社会通念上のものであるということなんですよね。 ニューロマジョリティ神経多数派という言葉を使っていますニューロダイバーチェントな人たちはマイナリティです社会的な少数派であるだけではなくま例えば LGBTQ の人もそうですね社会の中でマイノリティであるマジョリティであるそういう言い方をしますよねですのでニューロマジョリティというような言葉を使いました それか、まあ、ちょっと付け加えますと私の好きなメンターであります先生がいますルーク・ビエドンというんですけれども、まあ、聞いたことがあるかもしれませんねオーティズムの研究者で非常に素晴らしい方なんです彼は、えーまあ、ニューロティピカルというのを プレドミナントなタイプということで使っていましたけれども、まあそういう使い方もあるのかなというふうなことを付け加えておきます。こんにちは。素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。オーストで働いています。 で、えー、ここの,、まあ、あのポジションに応募されたということをおっしゃってましたねありがとうございましたまあいろいろなその応募をいただいて、えーまあ、あの合格できない方もたくさんいらっしゃるのでいろんな理由があるんですけれどもその私が興味が持ったのは。 私たちの方にですね、アプリケーションのプロセス、応募のプロセスから何か私たちがここで学ぶことがあるとしたら何でしょうか教えていただけますかはい、ありがとうございます。そうですね、あ,あの後で個人的にお話し差し上げたいと思いますが、応募プロセスについては、ああよくあるパターンだったと思います。何かそこに普通じゃないものが あるかと言われると、そうではなかった。で、まあ、質問を受けてという普通のプロセスを経ていたというふうに思っています。Use, um, このスライドから質問があるでしょうか。はい。 まずお礼を申し上げたいと思います。個人的なレベルでさまざまなお話をされていましたけれども、非常に心を動かされました。ですので、わざわざご自身の経験をお話しされたことに感謝を申し上げたいと思います。質問なんですが。 そのパブリックスピーキングとか説明をしたり提唱したりということをそういう役割を果たす中で課題というのはありますでしょうかこの社会のバックグラウンドとか家族とか何かそういう公の場で話さないようにというような プレッシャーとかはありましたでしょうか？ご質問ありがとうございます。あの素晴らしいフィードバック感謝いたします。そのパブリックスピーキング公の場で話すということについては、自分の経験を話すことについてまあ、不安はありませんえ。私は adhd とかオーディズムについて自分について話すことは好きです。この トピックについて皆さんと話すということは実は好きですし非常にワクワクする機会でもあります。あの中には人の前で話せない人に対してどうして話せないのっていう人もいますけれども。その これ実はオーティズムの典型的な例で私は皆さんに向かって話してますけれども皆さんと対話をしているわけではないんですね割と一方通行的な話なので自分の経験を共有するということについてはどんどんその上手になっていると思います。 何年も何年も自分の経験をよく聞かれていましたので最初は自分に問いかけることから始めていましたオーティズムなんだろうか ADHD なんだろうかというふうに尋問してたわけですでいろいろな研究者専門家とも話をしました私の人生の中で一番影響があったのはダニエル・タメット 博士ですえ香里さんが紹介の中で挙げてらっしゃいましたけれどもその本の中で「ナイン・マインズ」という本の中でえ私にも言及してくださいましたけれどもそう私の経験についていろんな質問をしてくださいました。 ですから自分の経験についていろいろと考える機会があったわけです。そのおかげで自分の経験について話せるようになりました。また彼は君の脳は面白いよ、特別だよと言ってくれました。ですから自分の 人生が経験が価値があるというふうに思えるようになったのでそこが博士課程に進む原動力にもなりました。あ、グレース博士ありがとうございました。非常に素晴らしいお話いただきました。まあ観察と言いますか振り返りなんですけれども。 言語についてですねそれから経験についてシェアをするというところそして語彙を私の方私たちの方がもっとたくさん持つべきですよねニューロダイバージェントディファレンスと才ということを聞きますとまあ何かそのまあこちらの方に 今グレースさんのお話を聞く前はですねよく分からなかったんですね言葉の違いというのが。で今聞いたお話を私が実際に体験することができないですのでえまあそれが矛盾といいますか一つこちらが焦点を当ててそしてえその一つのことに だけではなくたくさんのことにフォーカスがいってしまうというお話をいただきましたよねですのでまそういう風うな説明があ、それが違いなんだという風に分かったんですで、でも私は個人としてそういう体験はできないんですよね私の状態じゃないからなんですですのでここで課題があると思うんです PhD を,を取った そうするとみんなが突然話を聞き出したということでしたんですよね。でそれは何かプラットフォームというものができたということなんですよね。それは強力ななロジックになっていくと思うんですねですので、まあ、これは私の質問というよりかはまあ感想のようなものなんですけれども。 何かその語彙をもっと増やしていくということで今ある課題ご自身の体験を共有をしていくという際に私たち大方が体験をできないものをどうやって伝えていくそして私たちの方がどうやって理解していくのかと。 そういうことを感じましたで、えー、こういう戦いに日々取り組んでいらっしゃるその勇気に感銘いたしましたありがとうございました素晴らしいフィードバックいただきありがとうございますとても感謝しますその今のコメントに本当に感謝します興味深いのは新しい言葉を作っていくそれによって、えー、みんなに話をしていき私の 体験を伝えていくどういう言葉どういう表現がベストなのかそれは分かりませんまだ分かりませんでもいろいろなコミュニケーションの手法をとっていくまあアートで訴えるっていう方法もありますよね、えー、オーティスティックな人たちは、えー、話し言葉が苦手なんですでも何かデバイスを使うとコミュニケーションをとれることもあります、えー、ごめんなさいちょっと。 手話,ですか手話を使ったりということもできます。でこの私手話にとても興味を持っていましてダンスも好きですのでバレエもやっていましたから3歳からやっていますので私はフラダンスも好きなんですね。お母さんが教えてくれたんです。もう長年やっていますけども、まあ、それは感情をそこに乗せることができますよね。そうしますとダンス それから手話それは感情を言葉よりもうまく表現できますですので語彙を増やしていくというのももちろんそれはいいことですでも他の手法も用いることができるんじゃないかツールとして私たちには体というのがありますよねそういう私の 体験を理解しようと努めてくださっていることに感謝しますそしてそれは経験ができないからおっしゃった言葉だけを理解できるとおっしゃってくださったことも本当にありがたいですどういう言葉の選択をするかということがま言語の重要性ということも物語っていると思います私が語るとき言語の重要性というのはいつも強調しています ディスオーダー障害というとネガティブなものに聞こえますよねそういうことですという答えになります非常に興味深い話ありがとうございましたグレイスカ士に改めて大きな拍手をお願いします